こんにちは、山本道場の山本先生です。はい、山本道場の一輝です。はい、イエーイ。今日は、はい、なんとちょっとあなたがリードします。はい、はい、あるものがね、届きまして、うん、ちょっとその箱見してもらっていいですか。私らも早く開けてください。はい、はい、はい、なんとこれ誰からのプレゼントかという、あらか。ということは釣岡さんです。ありがとうございます。ありがとうございます。さあ、はい、釣岡さんからこのようなものをいただいたということは、はい、俺の中身何でしょう。何でしょうね。何でしょうね。ちょっと、中開けてみますか。はい、それではジェーン。かわいい、見てこれ、じゃじゃーん。なんかこれさ、スウェットが届きました。なんかあれの時、はい、久しぶりに3頭でラウンドさせてもらった時に、あの宗男さんがこれを着てて、これめっちゃ可愛くない。これ今こんな流行ってんの、この袖に。いや、流行ってる。めっちゃ可愛いな、これ。めっちゃ可愛いよな。しかもこれちゃんと玉も丸をもいてる。ほんまやん。これもっていうね。これめっちゃしっかりしてますね。そう、めっちゃ可愛かって宗男さんが着てるの。あ、着てたんや。そう。あ、なるほど。ほんでおねだりしたんかいな。いえ、ちょっと見たんだけど。あ、なるほど。ちょっと凝視しただけです。ほんなら、私たち佐藤が、はい。ああ、ほんなら送ってきたと。はい。優しいね。ありがとうございます。ありがたいことに、はい。ありがとうございます。はい。そしてちょっと何やらもう一つこんなもん。T。ゴルファーは。アラカゴルフ。最高やん。アラカゴルフ。いいね。ショート&ロングティーセット。ほんまやね。あ、なるほど。ロングティーが2本、ショートティーが3本の5本セットだったんです。はい、だから1本ずつ使って、あとはもう保存用にします。これそうしましょう。しかも多分これあれや、プラスチックやからなかなか折れへん。プラスチックや、ほんまや。ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあまた、はい、一応ね、9月にね、ちょっとあの釣り&ゴルフでちょっと釣岡さんの方に襲撃したいなと思ってますんで、はい、ね、またよろしくお願いします。はい、でまたこれから第1回の釣岡でしょう。そうなんですよ。道場のコンペの動画も、うん、はい、近日公開しますので、そうですね、楽しみに。頑張って編集中です。その時に宗男さんのこの、うん、着てる姿が多分見えると思うので、そうですね、はい。めっちゃ可愛かった。とにかく、はい、もう釘付けやったしら。ほんまこれしっかりしてる。はい。はい、ということで、はい、終わりたいところなんですけど、なんですが、もう一個あるんですよね。もう一個あるんです。なんとこれ私の報告なんですけれども、はい、なんと私、8月16日に、岩手県オープンに出場することになりました。多分約5年ぶりぐらいになると思うんですけど、はい、まあ、ちょっと機会をいただけて、はい、5年ぶりに、はい、これあれですよ、前も出場しましたけど、はい、男子プロと、はい、っていうか、岩手県オープンなんで、男子の基本的にはトーナメントになります。うん、はい、過去にもね、飛ぶ女性とかが、出場してもらってて、女子プロなんかもね、はいはい、出場してましたけれども、19年に参戦させていただいて、5年ぶりにと、はい、その間ね、もうちょっとコロナがあったりとかいうことで、もう去年なんかはもう私がそれどころじゃないということで、はい、まあもうね、念願の、また念願ですよ、試合なので、私も、うん、ちょっと結果をね、はい、いい結果を残せるように、はい、前回の時は、うん、あの時のゴルフで、うん、私39、36の75やったんですよ、うん、そうなんですよ。
7000ちょっとか7000弱かぐらいの、うんうんうん、あのコースで、まあ多分グリーンも結構早かったと思うんですけど、いやいやいや、もう本当に男子のトーナメント用に仕上げてますので、よく回れたんで、まあ今回はそれを超えれるようにちょっと練習して頑張っていきたいなと思います。はいはい、で観戦もできる、そうですね、試合になってますので、全ホール基本的にはついて回れるんで、はい、なんと私も行きます。みんな来てくれるので、はい、もしよければ、はい、一緒に一緒に何やかんやこう喋りながらね、ちょっと私と、はい、ママンと一緒にね、はい、観戦できればと思っております。また、はい、何ですか、もうこうわーっと喋ってたらそれは絶対にあなたには聞こえないように言いますけど、いやいや、いいです、いいです、別にもし聞こえギラッとニラマンと言ってな、聞こえません私。あ、なるほど、なんか結構な、うん、そういうところを、うん、鈍感っていうか、あ、なるほど、無神経、違うな、ああ、なんて言うから、もうまあ、鈍感でいいんじゃないですか、そうですね、はいはい、いわゆる自分でこうちょっとなんか落としていくような感じでしたけど、もう何をだからもう何されても基本的には気にならないので、うん、はいはいはい、まああんまり気を使わずに、はいはい、喋っていただいてっていう感じ、はい、ちょっと東北県内でちょっとね行けるという方はね、はい、ぜひちょっと来ていただいたらね、私と一緒に、私ももうほんまに自分の娘での試合を観戦できることをもう90いやもう 100% 諦めてましたからね、はい、そのぶっ倒れる1ヶ月前にもう見てるから、うん、ああそうですね、そうそうそう、はいはいはい、いやもう本当に、はい、今回はもう体力もねぐーっと頑張って作ってね、ちょっといけるようにしてますんで、はい、皆さんぜひ時間のある方は私と一緒に、岩手県オープンに、来て、応援してほしいと思います。また結構名前を知ってる男子プロなんかもね結構たくさん集まるんで、はい、我々だけじゃなくてね、もういろんなプロの、ね、プレーも男子プロのプレーも見れると思いますんで、はい、まあ、詳しいことは、2019年に出場した岩手県オープンの動画が何個か山本道場でも載ってるので、はい、まあ、こんな感じかなみたいな感じで見ていただくか、はいはい、あと概要欄の方にも今回の岩手県オープンのね、うん、アドレスちょっと貼っときますんで、はいはい、またなんか追加の詳細とかもあればまた動画出しますので、はい、ぜひ見に来ていただけると嬉しいです。はい、以上、報告動画とプレゼントしていただいた開封動画になりました。はい、それでは